こんなでかい旗、こんな狭いとこであんなでかい旗、聞こえてる？こんなで、こ狭いとこであんなでかい、意外と狭いです、こんなんかかったらね、なんだか申し訳、申し訳申し訳ないね、本当でもね、しっかりやってくださってありがてえよ、本当にありがてえ、ね、本当にありがとうございます。続きまして、準備の方はよろしいでしょうか。チームリードの方ですね。はい、では参りましょう。チームリエゾーの皆さんでございます。どうぞ、よろしくお願いします。リエゾー、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 ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、大丈夫、こちらへ、こちらへどうぞ、ね、真ん中ずずいとずずいと行っていただいて、ライト当たりますか、大丈夫ですか、皆さんライト当たっていらっしゃいます、大丈夫です、大丈夫ですか、大丈夫ですね、大丈夫ですか、ね、お客さん、どこ、あ、3階席まで見えますね、あ、大丈夫ですね、はい、ありがとうございます。ではチームリエゾーの皆さん、よろしくお願いします。はい、あのね、リエちゃん、本当にいつもありがとう。いえいえ、本当にね、今日は脇のためにね、来てくださってるということで、違うかしら、たくさん、どうかな、こんなにたくさん、ね、嬉しい、本当にありがとう。何人今日はいらっしゃるんでしょうか、何人だって、あ、100人、100万人、100万人って言うんですね、100万人ってことで、稲葉物置より強い舞台ということね、この舞台はね、あのね、リゾちゃん、話してもいい、どうぞ、私ね、エピソードを方々聞いてんだけど、どうぞ、いいですか、ちょっと2時間ぐらいかかるんだけど、いいかしらずっと立ち引っ張ってごめんなさい、大丈夫かな、そうなの、でもね、うち、私が怖いから、うん、エピソードを教えてくれっていう LINE が来ちゃったんですけど、ちゃんと報告になってる何、誰が言ってんの、バラシさん、内容は分かんないんですけど、あいつだな、いや、それは言っちゃダメなやつじゃないのって言って返したの、だからか何にも来ない、そうでしょ、うん、怖くて多分、そう、うん、確認取れないことはやらない、そう徹底されてんのよ、本当にね、素晴らしいのよ、そういうところは。でもね、あんの、私聞いてんのよ、方から、いい、あのね、違うの、親方の体験談なんだって、そう、親方がね、見たということでね、10年ぐらい前のね、よかっぺ祭りって、あの匝瑳市で、これもいさこい祭りあるんですけれども、そのね、祭りでね、10年ぐらい前なの、だからね、今いる子もね、あ、いないわ、なんで今日いないのかしらね、あのね、男の子が、まだ小学校だったんだけど、よかっぺ祭りさんって、あのチームさんのね、スタッフさんで参加されて、チームさんの演舞ってもう持ち場を離れてるんですよ、だからそのね、仕事を誰もやる方がいなくて、すっとその子が入って給水を汲み始めたの、誰もいなくなっちゃったもんだから、偉いよね、それをね、ちょっとね、端っこから見て、なんていい子たちなのと思ったんです。でもいないの、今日あの、りょうくんという子、仕事、あ、仕事なのね、その子に聞きました、あの、やりなさいってね、大学さんから言われてるのって言ったら、違います、自分の意思でやってるんです、ね、言ってんのよ、それをね、覚えてる、拍手してください、ね、お母さん、あ、お母さん、お母さんね、お母さんとお兄ちゃんと、お母さんとお兄ちゃん、お母さんとお兄ちゃん二人で本人来てないの？三兄弟に今日仕事だな、唯一でその言われてる両ちゃん、育て方がいいですね。あのね、あともう一人の背の高い子いたでしょ。背の高いツンちゃんという子かしら。あのツンちゃんはね、今広島支部で、ね、今日もいない。広島支部で働いてるね。あの子が、ね、一番あの沿道でパレード演舞でこう見てたの。でね、脇が後ろにスッと行ったらね、見えませんよねってこう座ったんですよ。なんていい子たちの、なんて、ねえ、素晴らしいの。見習わなきゃなと思って、怖いからですね。何食ったらそんないい子なんですかね。何食わせてんの。見つかるとね、すんごい急に怒られちゃうといけないから、そういうのをちゃんとしないと。でもね、やっぱりそういう訓練とかね。今の時代に反した訓練ですよ。でもね、あの、大事ですよ、そういうのは。大人になってもね、あの、全部大事なことであってですね、もう疲れてますよね、手のね、手がこう疲れてますからね、もうあの、もう終わりますから、頑張ってください、ね、すいません、ではこんなもんでよろしいでしょうか、ね、ありがとうございます。では、リーダーの皆さん、よろしくお願いいたします。はい、はい、えらいな、うち多分ずっとこうやって出てたら何時間持つんだろう。昨日はあの
1時半からの練習が4時ぐらいに終わったんですけど、女隊は挨拶だけで終わるっていうのをやってましたから1年同じテーマやっても挨拶まだやってるっていう、そういうチームですけど、改めまして脇さん20周年誠におめでとうございます。うろ、それは打ち合わせしなくても言えた。さすがです。今日1月21日に脇さんが、このようにしてくれたのは、もしかしたら今日という日が何の日かを知っていたのかなと思います。親方、今日は何の日？親方、今日は何の日だっけ？ですね、あの車のナビが言ってくれました。お、ライバルが手を結ぶ日。さすが、これ打ち合わせないですよね。打ち合わせないですね。今日は実は1月21日っていうのは時代でいうとですね、1866年に、長同盟といいまして、皆さん幕末の、ちょっとみんなね動かないで聞いててね、西郷隆盛と木戸孝允ですね、そして間に坂本龍馬が入って、いざこざがあった、幕府をですね倒そうみたいな、その2年後に明治維新が行われるので、今日は、そう、長同盟が行われた日っていうので、ライバルが手を結ぶ日というふうに名付けられているそうです。ここにいる、チームの皆さん、まあ、脇さんも含めて、やっぱり千葉の大会、他の大会でもそうですけども、たまにライバルになることもあるんですけど、今日はみんなで手をつないで脇さんの20周年を盛り上げたいというふうに思っております。ご先導どうぞ。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。すっ、えらい、こんにちはがなくてもできました。みんなさすがです。お願いします。年齢や性別、環境に関係なく、ひたむきに、まっすぐに、愛と勇気の道を歩いていこう。己の道は己で切り開くもの。さあ、夢の旅路へ出発じゃ。さあ、行くぞ。よーはー、さあ、さあ、しっ、さあ、さあ、さあ、今年のテーマはこの悟りに由緒ある伊能忠敬の物語。それ掴むもの歩み出そうじゃい。セッハー、さあ行け忠敬隊。続いて支えたい、頼んだよ、測量隊。すい、二度と戻らないかも、懸命に生きる小さい一歩一歩踏みしめて、愛の花郷土の偉人、伊能忠敬は50歳で天文学を学び、55歳から17年をかけ道なき道を歩き続け、偉業を達成します。今がどんな困難な時代でも、高い壁に道を立ったとしても、歩みを止めない限り明けない夜などないはずです。そう、未来を作るのは子供たちじゃ。いやー、ありがとう。
牧さんと同じチーム結成20年を過ぎました。本当に20年の間には様々なことがありました。それでもこうして踊り続けてこれたのは皆様方のおかげです。それはっはっはー、あーすぐにゲームチェンジャー、この仲間完成です。ありがたいですね本当に、これからもひたむきにまっすぐに丁寧に夢の地図を1枚ずつ作っていきたいと思います。温かいたくさんのご声援ありがとうございます。この後も和気あいあいさんでお楽しみください。それでは黒柳さん、はい、チームリエゾの皆さんありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。やっぱり腹減っちゃうよね、若い今は。すごいね、腹減んない？そろそろね。あと2時間ぐらい我慢してきてね。弁当持ってきた人いる？今日弁当持ってきた？あ、持ってきたね、うん、何にもないよ、会場会場何にもないの、終わるまで我慢ね。ね、我慢我慢してください。では続きましてね、一番もしかしたら退屈な時間なのかもしれないけれども。